はい、どうも、さんごんです。本日は6月9日、はい、金曜日ですね。15時になったわけなんですけども、今日ね、みんなエキサイティング2弾が来るのかなと思ってたと思うんですけど、普通にね、サードが来ましたと。まあ、ちょっとね、ツイッターとかのね、調子くんの騒がなさとかからね、まあ今日来ないんじゃないかって言われてもいたんで、まあありえるかなと思ったんですけど、サードでしかもドラフトね、まあ通常選手、ここからどんだけドラフトでみんな引くんだろうと思っちゃうんですけど、小森も来てますと。で、無料10連と、助っ人外国人覚醒の、はい、プロスペクトが来てるよ。とりあえず追加になった選手ね、軽く解説していこうと思うんですけど、バファローズ、宗選手は同値が不可能になって、はい、ミートエニもならない、はい、サードが B、以上、いらないよ。栗原選手、はい、デフォード落ちなんで、まあね、なんかこう、引いた人はね、ちょっと大事にしてほしいと思うんですけど、狙っていくことではないですね、もうこの段階では。12球団でもちょっとデフォード落ち、まあもう木下拓哉選手が、まあ自分はいるんでね、まあいない人とかはいいかもしれないですけど、まあ、継承できたりする人で無課金で引いちゃった人とかはね、ぜひ、前のやつももちろんデフォード落ちだと思うんだけど、継承して使えると思います、すごく。はい、中村選手はミートとパワーが落ちてるけど、アーティストはそのまんまで、まあ、そうですね、コンタクトヒッターで同値にできるんですけど、西武純正だったらまあ使うかなという感じですかね。はい、茂木選手はもう完全総力型になっちゃいました。いや、これ使って悪いだろう。せめてパワーかどっちかちょっと、もう総力落としてもいいからね。全同値とは言わないまでも、どっか同値になってほしいよね。これはきつい。はい、安田選手パワー型で、まあ、これも何気にコンタクトヒッターで、はい、70の同値になるようで、なんとサードが B 可能。はい、まあそんな守備指標良かったんだね。ロッテ入生なら使うんじゃないですかね、同値できるんだったら。はい、野村選手、ミパ同値可能でね、バズカーでミート76の同値。まあパリーグのこのサードの中ではなかなか。はい、で、まあこれですね、目玉、ヤクルト村上選手ですね。はい、コンタクトヒッターで同値ちょっとねきついけど、85の同値にできますよっていうのと、まあでも実質は上がってんのか。前はだって別荘ないんで82、86じゃなかったっけ。まあ守備は、はい、65、アーティスト降格、まあリアタイでも使えるし、リーグでももちろん使いますということで、まあ自分も、村上選手はこれちょっと2体取らざるを得ないかな。まあ1体でもいいとは思うんだけど、まあ一応2体取るかな。で、宮崎選手ね、はい、ミートデフォルト A で、あんだけ打ってんのにもうちょっと上げてくれよって感じなんだけど、まあまあ、セレクションにね、これは期待っていうところで。なんかセレクション出てもこれの位置上げとかになりそうな気するけどね。はい、サートテルパワー A ですと。パワー比で降格ね。ちょっと、もうちょっと早いタイミングだったらパワー A も勝ちだったんだけどね。ちょっと今もうこの段階だとサートテルはいいかな。で、岡本選手、これも、はい、アーティストで、守備 B で、はい、いいと思うんですけど、これも、第2弾のエキサイティングで出るんだよね。だからまあ、あんまり必要ねえんじゃないかっていうね。まあ今この段階で取る人いないでしょう。はい、で、デビッドソン謎のパワー A ね。デビッドソンパワー A なの？ちょっとびっくりしたんだけど。まあしかも超広角っていうね。何気にこれ広島の人とかね、使えそうだよね。まあミート60ちょっときついけどね。リアタイ勢とか使うんじゃないですかね。まあ自分はいらないですけど。はい、で、石川選手ですね。石川選手同値にもならないパワー型で、まあちょっとね、純正用で使うかなぐらいですかね。まあ自分もちょっと軽く中に純正作ったり見たりもしてるんですけど、まあちょっとまだどうせ通常選手だから後で引くだろうってことで、まあこれもいらないかなと。で、ガチャの方はですね、はい、もうヤクルト、これもう村上選手、はい、2体だけですね。もう2体持ちこれだけです。もうあとはいらないです、自分は。はい、ということで、これ、今ね、ちょっと見てもらうと分かるんですけど、前回ちょっとね、生放送、福岡でやった生放送で、エナジーがね、1万6000に激減してるんですけど、ちょっと補充する暇も全然なくてですね、仕事と野球観戦忙しすぎて。ということで、まあちょっとね、この1万6000エナジーで村上選手を2体狙っていくという、はい、今回は企画で、ちょっとね、ドラフトなんでね、ドラフトってまあ下手すりゃ1体引くのに1万エナジーかかりますから、まあ、1万エナジー弱、まあ、9000ぐらいかかるから、まあ、2体引けるかどうか、ちょっと天井まで行っちゃったら危ないっていうぐらいですかね。まあまあ引けるでしょうとは思ってるんですけど、万が一ハマっちゃったらもう多分この動画のサムネすごいことになってる。はい、ということで、じゃあ引いていきますね。
あ、ちょっとこの無料10連だけとりあえず引いちゃおうか。無料10連邪魔だから引いちゃいましょう。はい、先に小森引いていきましょう。うん、先に。もう自チームもね、やる気満々でヤクルトにしてきたから。うん。バット当たれ、バット。バット当たれ。あ、バット、バットじゃねえよ。S 違えんだ。カメラマン出ろ。お！あ、あそこいいのか。そこ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 。そうだそうだ。これドラフトだから、花束出なくても、うん。オール B だから普通。うん。気をつけて。そうだ。いや、びっくりしちゃうね。オール B 演出だと。うん、そうだ。ドラフトはね、オール B でも、あるからね。花束が出て、うわー、 S 出ちゃったよ。カメラマン出ねえよ。ドーン。はいはい。まあ、小盛りはなかったことにして。はい。15,865 エナジー。はい。残っております。で、これでね、まあ、村上選手を2体引くと。まあ、ちょっと引けるかどうか怪しいぐらいだと思うんですけど、ちょっと引けたら、万歳。引けなかったら、いや、引けなかったらどうするこれ。うん。追加して取るのもどうしよう。うん、まあいいや。一旦引いてみよう。これちょっとね、エナジーチャージしてから取ろうかなと思ったんだけどね、今日もね、ちょっとそう、今日は我らが京セラドームなわけですよ、試合が。うん。ちょっとね、球団の方にね、ちょっとお招きもいただいてるので、お招きというか、うん。ちょっと球団の方にね、席取ってもらっちゃったんで、うん、今日はね、ちょっと早めに行って、早めに行ってご挨拶もしなきゃいけないというですね。はい、お、ダメか。ドラフトだと、まあ、A 確定が出るだけでもちょっとな、うん、安心感あるな。うん、オール B 演出が出たときが、ちょっと問題なんだよ、ね。判断がつかない。S の時でもオール B が出るっていう振り分けになってるわけだから。ヤクルトね、これ村上選手が入ったら、多分12球団より、うん、セリーボーダーの方が強そうだから、そっちにしようかなと思ってるんだよね。うん、あ、オール B だね。オール B だね。オール B 出たね。楽でいいな、飛ばすの。うん。出た。ドラフトならではオール B。お！虹来たー！いいよ。よし、ちょっとカメラマン、カメラマン。カメラマンなのかな、出てなくて。うん。なんかどうしようなー。よし、2回目検出来い。2回目検出来い。来ない、来ない。おー！ちょっと待て。あ、違う、そこ、そこ、残んねえか。ちょっと待て、2位もある。2位もあるんだ。そうだ、忘れてた。あ、2位の存在忘れてたわ。そうだ、ヤクルト。いやー、どうだったかな、ヤクルト。うわー、ヤクルトどうだったかなー。埋まってたかな、名鑑。いや、埋まってねえな。多分埋まってない。埋まってないとは思う。うわはー！最高。ちょっとこれ2位、2位。2位で引いてほしい、2位で。2位でお願い。2位でお願い。来い。2位。そんなわけねえか。いやー嬉しい。なん、すげえ。ちょっと待って。1500エナジーってことは ?66 連で引いたよ。66連だよ。皆さんドラフトは天国です。はい。嘘です。騙されないでください。いやーもうカメラマンねえからな。もうカメラマンねえから。逆にカメラマン出たら外れ確定なんだよな。でもいい。おー、速攻で虹色。なんだこれは。動画を速攻で終わらせてくれるコナミの気遣いか。おう、ありがてえ。まだ4時前だ。この辺もさっさと終わらせて、さっさと終わらせて。そんなわけねえか。そう、こうやって赤になった時はね、演出が多くなるって、なんか S 確定出なくても S 出たことがある気がするんだけど、うん、おお、 S 来た、 S 来たけど、 S 来たけど、ドーン。なるほどね。おー、村上さん1じゃなくて2位で村上、2位で村上強欲2位で村上頼む、2位で村上。いやー2位で田口だ、これは絶対そうだ。2位の無駄遣い、やっぱり赤色、赤色からの赤色は個人的にはうん3番に考えすぎるな、うん、好きすぎるな赤色で、うん、確定は出ないので、ああ出た、うん、赤色を期待した方がいいな、出だし。
さあもういいよ、引いちゃってもういいよ。うふー、なんか隠された。おお、どうだろう、もう全然なんかもう期待感はないけど、うん、ないけどないけど頼む。演出はしょぼかったけど頼む。はいはいはい、そうだね、ねえか。お、いいね。おお、2枚引きだー、やったー、久々に2枚引きです。ドーン。いや、さっき引いたから小盛りで。ちょっと頼む、もう1位よ、1位で。やったよかった。いやいや違う、これ2位かもしれないんだ。2位、これ2位で引いてることになろう。2位で頼む、2位。いやーやべ、なんかあっさり終わっちまった。はい、こちらがね、覚醒外国人、スケート外国人のね、まあ、選手たちなんですけど、はい、まあ、ちょっと一応全部見ていくと、はい、バファローズ、コットン、誰？アストゥディオ、これね、すごいよ。キャッチャーできるのよ、何気に。なんかもう、できそうな体格してんもんね。うん、すごいじゃないと思うんだけど。セカンドもできてね、キャッチャーもできるってなるとね、なかなか、まあ、ネタオーダーね、外国人オーダーで、はい、活躍しそうな気がしますけど、まあ活躍しねえかな。はい、はい、マーキーノン、ファーストシー、はい、いらない。フランコ、いやー、まあ楽天でパワー A は結構4200でパワー A、 これもしかして純正最強戦でも、あー、でもパワー A コンボ出ねえか、出ねえな、出ないとは思うんだけど、結構貴重は貴重だよねこれね、楽天だと。うん、はい、ペルドモ、うん、救出請求同値になります。うん、まあそれ以上。うん、はい、メネズ、はい、9位型、うん、絶対いらない。はい、ケラ、誰？出てる知らないんだけど。はい、ウェンデルケンはね、もうちょっと多分能力上がってくるでしょうね。うん、なんかマッスラとツーシームとか持ってて、なんか、うん、怪しげに進化する可能性もあると思うんですけど、現段階ではいらないでしょ。はい、ミエセスね、まあパワーエン一応できるよと。うん、純正でもまあパーエーコンボ三振でも出ねえだろうな。はい、グリフィン、全同値可能。おお、これいいね。長継ぎできてね。うん、巨人純正だったらもしかしたら必要なんじゃないか、これ。うん、まあちょっと、粘りの投球、1点狙いはきついけどな、覚醒で。うん、はい、アンダーソン、まあこれ、鉄腕で同値だけど、だからどうしたっていうね。うん、まあ長継ぎもできるから、もしかしたら広島純正使う可能性もゼロではない。カリステ、これ、注目ですよ。なんと久々の外国人ショート、うん、ショート C、 外国人ショート C、 いいね。セカンドもできてね、うん、これは外国人オーダーにはもう持ってこいですよ。うん、ただ完全総力型で全然打てなそうだけど、うん、はい、ということで、すげえ嫌なんですけどプロスピパーク大嫌いなんで、ただちょっとこの外国人オーダーをね、最新最強に保つためにはこのちょっとね、はい、4200のカリステが、ちょっと自分的にはこれ必要と判断したので、はい、ネタオーダーのためだけにですね、プロスピパークを走りまくって、はい、なんとか、いやー、死者はつけれねえよな。カリステに死者つけたら相当いかれてるよな。でもまあちょっと、できるだけ挑戦してみます。はい、ちょっとね、走る様子もまあちょっと生放送とかでやれたらいいなとは思うんですけど、貯めた称号でね、貯めた素材で称号するところぐらい動画にできたらなと思いますけどね。ちょっと仕事と野球あるからちょっとね、きついけどやってみるわ。っていうことで、じゃあ、まあ次、続きね、また、はい、このカリステ集める様子、また、はい、というところでお会いできればと思います。じゃあ、今日、はい、さっさと野球に行ってまいります。では京セラドームで会いましょう。